皆さんこんにちは。皆さんこんにちは、サックス奏者の堀江由紀子です。いつも見てくださってありがとうございます。今日は、明日の8月30日お昼12時から、私の初めてのオリジナルミニアルバムリリースのためのプロジェクト、のクラウドファンディングがスタートします。それに先駆けて皆さんからいただいた応援のお返し品を紹介していきたいと思います。まず何はなくとも CD コース、これは、そうですね、もうそのままなんですけれども、制作した CD、 完成した CD に、サインを入れてお送りするという、一番スタンダードな品物になります。各商品お礼のメッセージカードをつけてのお送りになるんですけれども、そのサインに関しては何かお名前を入れてほしい方がいらっしゃったら、備考欄に書いていただけるようになっておりますので、ホームページの方でチェックしてみてください。次は形に残したいコースです。これは CD のジャケットブックレットにスペシャルサンクスっていう欄にお名前を載せさせていただくっていうコースになります。なのでこのコースはそのスペシャルサンクスのお名前クレジットとサイン入りの CD をお届けさせていただきます。次、今回のテーマである音楽以外視覚で表現するっていうことを叶えていくコースになるんですけれども、音を形にコース、これは私の親友でもある写真家の松本茜と、一貫したテーマを通して撮影に出ます。そこで、できた写真、撮れた写真を一つのフォトブック、アートブックにして、本としてお送りしたいなと思います。今後、クラウドファンディングが終わってリリース後に制作するかはちょっとまだわからない、もしかすると今回のクラウドファンディング限定のものになるかもしれないので、チェックしていただきたいなと思います。これはスペシャルフォトブックとサイン入りの CD をセットにしてお送りするコースです。次、一緒に作りたいコース、これは、応援してくださる方に参加、少しでも参加していただきたいなという思いから考えたんですけれども、このクラウドファンディング限定で、コミュニティを作ります。というのも、鍵付きの私が承認した方だけのみのが見れるインスタグラムのアカウントを特別に作りました。で、そこにフォローしていただいて、承認させていただいた方からそのインスタグラムのアカウントを通して、他には出さない情報をいち早く見ていただいたりとか、今考えているのは、インスタライブなどを定期的に行って、そこで次の案、例えばなんかこのこれとこれで迷ってるんですけどどっちがいいですかとか、なんかそういうアンケートを取ったりとか、少しでも参加している気分に制作の裏側を、より身近に感じていただきたいなという思いから、このコースを作りました。運用のスタートは9月6日からになるんですけれども、
クラウドファンディング終了後も CD リリース予定の12月8日まで、それを運用していきますので、ちょっと面白そうだなとか、参加してみたいな、裏側知りたいなって方はぜひチェックしていただきたいです。ただインスタグラムのアカウントが必要になりますので、そこだけ、ご了承いただけたらなと思います。では次、あなたのお部屋に光をコース、これは、松本茜さんが撮った写真の中から、1枚選ばせていただいて、その写真に合った、プリント方法で特別に職人さんに1枚ずつプリントしてもらうっていう、結構こう高級写真になるんですけれども、それを A3 サイズにプリントして、それに合うフレームを私たちで選んで、それをお送りさせていただくというコースになります。あまり、松本茜の写真をお家に飾る機会っていうのが今までなかったと思うので、これを機に、私の応援以外でも茜ちゃんの応援も兼ねて、ぜひゲットしていただきたいなと思います。さあ次は、今まで紹介したもの CD と、お名前のクレジット、フォトブック、クラウドファンディング限定コミュニティの入会、そして A さんのお写真を詰め合わせにしたコースも用意しました。全部素敵だなと思った方にはこのコースもおすすめかなと思います。次は、吹いてみたいコースをご用意しました。これは今回、レコーディングにあたって制作した音源をのカラオケと、私が吹いているメロディーの譜面を、3種類というのも、コンサートキーの C の譜面とアルトバリトン用に E フラット、そしてソプラノテナー用に B フラットの譜面をご用意して、お送りいたします。これはすでに決まっている4曲の中から選んでいただく形になるんですけれども、現時点ではまだレコーディングが完了していないので、参考音源っていうものをお聞きいただくことはできないんですけれど、過去のライブ動画やライブ音源をこれから、参考程度にお聞きいただけるように準備してみようかななんて思ってるので、興味ある方は、チェックしてみてください。これはデータでのお渡しになりますので、その点ご了承ください。そして最後、なかなかこのご時世ですけれども、出張プライベート演奏っていうのもコースに入れておきました。あまりね、お仕事以外の案件で演奏に伺う機会がないと思うので、なんか誰かお友達のためにだったり自分のためにだったり、特別な演奏を、企画して、使っていただけると嬉しいなと思います。という感じで、実際に、ご購入いただくようなページっていうのは、8月30日の12時からになるんですけれども、今回、特別にどういう内容のホームページになっているかっていうのを見ていただけるように、準備してくださいましたので、それは概要欄に貼っておきますので、ぜひ先に、開始より先にチェックしていただけると嬉しいなと思います。そして、8月30日明日からスタートいたします。どうぞ応援のほどよろしくお願いします。というわけで今日は、お返し品の紹介をしてみました。どうもありがとうございました。ではまたお会いしましょう。